アベラム族、祖先例の彫刻アベラム族は、パプアニューギニアに住む少数民族。彫り物細工と絵が有名である。ニューギニア北部のセピック川流域の低丘領地帯と、平地に小さな集落を構成して暮らしている。アベラム県南西部の村は、人口密度が高く1平方キロメートルあたり77人が住んでいる。北部の地勢は、南西部より起伏に富む。 植民地支配を受けるまでは政治的にかなり独立した存在であった。ヤムイモを主とする根菜類を栽培し、豚を飼育している。ヤムイモはアベラム族の主食である。彼らは少なくとも百種類のヤムイモの違いを見分け、その中から土地の性質に合わせて適切な種類を巧みに選び、改良、栽培する。川沿いの平地は肥沃であっても大水に襲われ。 地下水水位も高いため、ヤムイモ栽培にとって悪条件であったが、非常に大きな会計を持ち水に強い品種を作り出して克服した。村の儀式、行事は村人の集会の決定に従って運営される。集会には誰でも参加できるが、大概雄弁な男の言うままになる。村が行う大切な行事は、ビッグマンと呼ばれる男たちが取り仕切るのが普通である。 ヤムイモ収穫時には大がかりな儀礼生活を営む。儀礼はヤムイモ信仰が中心。北部に住むアベラム族は断根ンン崇拝信仰の焦点となるワピと呼ばれる細くて長いヤムイモを栽培しており、男たちは収穫高を上げることに熱中している。ワピは3.6メートル、近い長さの海級が記録されているが、一般には調子が良くて2.7メートル。 平均すると1.8メートル程度である。この長いヤムイモを育てるには様々なタブーを守り、儀礼を営まなければならない。ヤムイモを育てるどの男たちも、それまでの性の交わりの汚れを洗い清め、植え付けから収穫までの約6ヶ月間、決して成功せずに肉を食べ続ける。育てる特別な畑にはタブーを守る男たちだけしか入れず、 ヤムイモをより優れたものに育てるための呪術を何度も繰り返す。畑の中に建てられた小さな小屋でもいろいろな儀式を営む。呪術に関係する生物には先祖の頭蓋骨、自然の霊を表す長い石部族の精霊を表す彫り物がある。ヤムイモを収穫すると、どの男もその中で一番立派な会計を選び、 仮面やいろいろな飾りで飾って、あたかもそこに精霊が宿っているような姿に仕上げる。それから、村の威信と、各個人の威信を高めることを目的として開かれる、盛大な収穫祭で陳列し、人々に見てもらうのである。自ら育てたヤムイモは、自分で食べたり使ったりしてはならず、全部他人にやってしまわなければならない。男たちは二人ずつ組になって、互いに、 交換相手となり、交換したヤムイモの長さを、命名手持ちの板に、マップにして刻みつけ、何年も、記録として残しておく。競争は激烈であり、何年間も、交換相手に負け続けると、村人に対しても外部に対しても、面目を失って顔向けできなくなってしまう。このように、ヤムイモ儀礼は男たちの競争心を刺激し、それが栽培の技術を大きく向上させ、 向上した技術が、代々確実に伝わることに役立っているのである。定期的な交換とは別に、アベラム族は人を責める時にも、ヤムイモを渡して、意思表示をする。例えば、妻の不定を疑う夫は目星をつけた男に、ヤムイモを渡し、人妻に手を出すほど性にかまけている男に、立派なヤムイモを育てられるはずがない。恥を知れと罵る。女だけに、 重要な意義を持つ儀礼の一つに、所長の儀式がある。腹、胸、上腕にコ根をつけるこの儀式を迎えた少女らは、母親の兄か弟に体を支えられ、その肌に女たちが色々内緒の傷を刻む。それが済むと女たちはいつも男たちが使っている儀式用の空き地を占領して、日が暮れるまで儀礼を営む。男たちは中に入れないので、 何が行われているか知ることはできない。翌日の朝、少女は頭をきれいに沿り、おびただしい数の飾り物で身を飾って現れる。その日から数ヶ月間、彼女は働くことをやめ、自分の村、近所の村を一軒ずつ訪ね、ご馳走ずくめの艦隊を受ける。一方、男子を対象とした成人儀礼も存在する。基本的には、ペニスの切開手術を受け、 ヤムイモギレイやタンバラン祭祀に新たに加入する思春期の少年が参加するが、ギレイは頻繁には行われないため手術を受けていない少年などが参加する場合もある。まず踊りが行われ、その後対象者が決定される。対象に選ばれた者たちは村から離れた森で生活を送ることとなり、選ばれなかった者たちは彼らの食事係に回る。 隔離はおよそ2ヶ月にわたって行われ、隔離された者たちは白いスープを飲んで意図的に太るように努める。スープの原料はヤムイモで、これを1日4回飲むこととなる。隔離中の若者たちには狩りで仕留めた獲物やタロイモ、バナナも振る舞われる。その後若者たちは村へと戻って着飾り、踊りで儀礼を締めくくる。しかし近年は、 儀式の過烈さがいくらか緩和されていると見られる事例も報告されている。キリスト教の影響を受けたワセラ地区では、隔離期間中でも夜間に限り若者の既存が認められ、またかつて行われていたい落差で、若者たちを無知打っていじめる監修も見られなくなった。ルイスエトール、AAB アレン、AAB 中山、ありがとうございます。